日本長野県、上田市古安底安祖は、長野県上田市の地名。上田電鉄別所線、下野号駅、中円電駅、円電町駅の南に位置する。北は本郷、宇子木、下野号、東は、富士山、南は、マリコ地域の東内、平井、西は先山に接する。南部に、特子山とそれに連なる山々がそびえ、そこから流れ出す。 尾根川や尻無川が北流し、戦場地を形作っている。尾根川は、平井寺池を水源とし、東、吉沢を上流端とする尻無川や、富士山からの小松川を合わせ、山川へと合流している。尾根川の川筋に沿って上流から平井寺、鈴子、石上の集落が、尻む川筋には、柳沢の集落がある。故障としては前出の平井寺池のほか。 東部に、来光寺池が、西部に、手洗い池がある。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。洗浄地の下部は、水田、上部は、薬用人参などの畑のほか、リンゴやブドウなどの果樹園が広がる。新州上田農業共同組合の、塩田農産物収出箇所や、塩田カントリーエレベーターがあり、 塩田平における米作りの中で重要な役割を担う。戦前は養蚕業が主体であったが、戦後は与田川から導水するようになり、水田で安定した営農が可能となった。昭和40年代以降は、上田市中心市街地への通勤が目立つ。平井寺では、明治初年まで、豆間焼きが特産品として生産されていた。当地の昭屋の家に生まれた。 林や馬とが起こしたとされ、彼の名にちなんで、と馬焼きと呼ばれる。松代焼きの職人を招いたと見られ、釉薬の出す青色や緑色などの色彩が美しく、収集家からの人気を集めている。古安訴神名前に、上田市指定史跡、と馬焼きカマートが残る。沿道を含め全長12.5メートルの上り窯で、とっくりや急須などの小さなものから、 水亀のような大きなものまで幅広く焼いていたが、新越本線の開業で安価な陶磁器製品が流通するようになり、衰退した。1995年1月、株式会社神話製作所が町内に塩田工場を開設したが、2005年年5月をもって東園田林間工業団地内に移転した。平井寺トンネル有料道路料金所。 県道65号沿いに、石上、東園田小学校、鈴子バス停留所があり、上田バス、西マリコ線が運行され、下野郷駅からマリコ方面へとつながっている。また、同区間には選挙区バス、掛湯線が運行されており、JR 上田駅から町内の平井寺バス停留所を経て、掛湯温泉方面へとつながっている。西部には、柳沢、 柳沢西、押出しバス停留所があり、上田バス、東延電線、東延電線が運行されている。この他延電町駅方面から、新州の鎌倉シャトルバスが運行されており、無言館などの観光名所を巡回し、別所温泉方面へとつながっている。かつては、上田マリコ電鉄西マリコ線が通過し、石上駅や東延電駅といった、 鉄道駅が設置されていたが、1963年に廃止されている、廃育弾圧不暴の石踏み、ありがとうございます。